皆さんはご存知だろうか？のび太の特技を。のび太の特技って、射撃とかあやとりとか昼寝とか、そういうのでしょ？確かにその手の特技は有名どころであるが、実は隠れた特技もまだまだあるのはご存知だろうか？というわけで今回は、のび太の隠れた意外な特技、だ。というわけで今回は、のび太の隠れた意外な特技を解説していこう。冒頭レイタも言っていた通り、のび太には射撃、あやとり、昼寝といった、メジャーな特技があるのだが、実はこれ以外にも特技があり、それはコミックスに関、ロボ子が愛してるにて。鮮やかなもんだろ。女の子たちが、キャーキャー喜んじゃって、ぜひ放棄してくれと言うんだよ。と、ピーナッツの投げ食いをしており、これが一つ目の特技なんですね。まさかのピーナッツの投げ食い。そう、だがただ投げ食いをするだけではなく、よく見ると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、連続で10個も投げ食いしているんですね。地味にすごいわね。そう、しかもその後ロボ子という女の子の前で披露するときは、なんと13個も投げ食いしており。と、称賛されるのであった。まさかの13個も。そう、しかもアニメだともっと技術が向上していて、2018年2月2日放送、ロボ子が愛してるでは、この回では、ピーナッツではなくモジャコーンというお菓子を投げるのだが、モジャコーンじゃねえか。そう、ワサドラだとたまに出てくるパロディのお菓子だな。このモジャコーン、現実だとキャベツ太郎みたいな形と大きさをしており、軽いから投げ食いも難しいんですが、背面投げーと、後ろから投げて食べたんですね。無駄にすごくて草。そう、一体何の役に立つかは知らないが、こんな特技も持っていたんですね。ただ、そんなのび太も投げ食いを失敗することもあり、コミックスプラス2巻、殴られたってへっちゃら台では、頑丈という、常在系の秘密道具を投げ食いしようとするのだが、と、普通に失敗するのであった。そんなに上手ってわけでもないのね。そう、とはいえピーナッツ13個も投げ食いしてるから下手ではないとは思うけどね。というわけでのび太のピーナッツの投げ食いは以上だが、このピーナッツの投げ食いにはいくつか小ネタがあり、解説すると、まずこのピーナッツの投げ食いは、ドラえもんが連載されていた昭和当時に流行った遊びであり、実はサザエさんでも、今のじゃんけんが行われる前まではクッキーを投げ食いしていたんですね。投げ食い流行ってたのね。そう、ただ1991年に喉に詰まらせる仕草が子供に良くないとされ、今のじゃんけんになったみたいだね。サザエさんのじゃんけんにそんな背景があったのか。そう、ただまあ今のご時世、まだマシュマロキャッチとかやる人いるんで、時代は繰り返すんだなって。これは全力投球すぎるけどね。そう、まあそれはともかく話をドラえもんに戻すと、このピーナッツの投げ食いは子供たちの間で流行っていたので、コミックス10巻、たとえの中、水の中では、と、しずかちゃんも投げ食いしているのであった。しずかちゃんまで、うむ、なのでドラえもん深読みガイドという本には、二人は似た者同士だから将来結婚するんだって書かれていましたね。ピーナッツの投げ食いから繋がる恋、全然ロマンチックじゃないわね。こんな共通の特技じゃ微妙だわね。それでは最後に、なぜのび太はピーナッツの投げ食いが得意なのか、それはコミックス11巻、お裾分けガムにて、おやつがピーナッツだからであり、それで投げ食いを練習していたのかもしれないですね。ただ、のびドラはこれを見て、鳩の餌だと皮肉を言っていましたが、鳩の餌、さすがにちょっとかわいそうでしたね。というわけでピーナッツの投げ食いに関する小ネタは以上。それでは次ののび太の隠れた特技は、コミックス15巻、こっそりカメラにて、小さな男の子に剣玉を借り、と、全然できない、コミックス40巻、架空人物卵では、見て見て、ほら、乗ったんだよ。え、まさか、幼稚園の頃買ってもらって今日初めて、長い間の努力が、ついに報われたんだね、と、剣玉をやっと乗せられたんですね。え？たった一回でしょ？これ特技の解説なのでは。そう、これだと特技どころか素人以下の腕前なのだが、大長編24巻、ドラえもんのび太のワンニャン時空伝では、なんともしかめを歌いながら剣玉をしており、かなり上達しているんですね。おお、それなりに上手になったのね。でもこれぐらいだったら、練習すれば大抵の人ができるのでは？かなり辛口だな。だがレイタの言う通りであり、確かにこれぐらいなら、練習次第で誰でもできるものではあるが、そこはのび太、実は上気を逸したレベルまで上達しており、それは藤子 F 不二雄大全集録巻、手足につけるミニ頭では、と、まさかの足で剣玉を操っていたんですね。めっちゃすごくて草。でもこれって、多分だけど秘密道具を使ってるんじゃないの？ご名答、確かにこの回はミニ頭という道具で、手足が非常に器用になっており、正確にはのび太による能力ではないのだが、コミックス12巻、裏表 X では、と、こちらでは正真正銘足で剣玉遊びをしているんですね。マジか、でも待って、もしかしたらこれ足で剣玉を持って振り回してるだけなんじゃない？レイタも疑り深いな。じゃあ実際1979年6月29日に放送された、裏表 X を見てみると、
と、足でけん玉遊びができていますね。疑ってほんますいませんでした。うむ、ちなみにこのアニメを見るに、のび太はただ足でけん玉をしているわけではなく、玉を皿ではなく剣先に刺していて、手でも難しい遊びを足でこなしているんですね。無駄に器用すぎるんよ。そう、もはや一種の大道芸レベルまで剣玉を極めているんですね。ただ、2017年6月9日放送、裏表 X では、ゴロゴロしてばっかり。どうしたの？今うちの前でスネ夫さんに会ったのよ。下手になったみたいですね。全然できてないわね。うむ、なので結局のび太の剣玉は、回によって下手になったり上手になったり、かなり曖昧な定義がされている特技でしたね。というわけでのび太の剣玉は異常だが、これも少し小ネタがあるので解説すると、まずのび太の部屋に剣玉があるということは、これをドラえもんが遊ぶということも作中では多く、そしてポケットにしまっているので、なんかないかで飛び出すことも多いのだが、これは過去に動画で解説しているのでそちらを参考に。では次に、先ほど足で剣玉をしていた手足につけるミニ頭の回、これが2020年8月22日にアニメで放送されると。なんと足でヨーヨーをしていたんですね。のび太の足器用すぎるでしょ。うむ、いくらミニ頭という道具があるとはいえ、かなり器用に足を使っているみたいですね。だから藤子 F 不二雄大全集7巻丸いもの磁石では、飛んできたフライパンを足でキャッチしたり、藤子 F 不二雄大全集4巻念力目薬では、泳ぎの悪い。と言われつつも、ティッシュを足で取り、そして足でゴミ箱まで捨てているんですね。これ剣玉以上に足が器用なだけでしょ。もしかしたらそうなのかもしれないな。では最後に、足が器用なのはのび太だけではなく、藤子 F 不二雄大全集エスパーマミニ巻電話魔は誰？では。と、実はマミも足で剣玉をしているのだった。のび太以外にも足で剣玉する人いるのね。うむ、ちなみにアニメで確認するとのび太同様めっちゃ上手でしたね。わらわら、ただまあマミはエスパーが使えるので、実力かエスパーのどちらかは謎ですけどね。というわけで剣玉の小ネタは以上。それでは次ののび太の特技は、コミックス19巻天井裏の宇宙戦争にて。全部命中あなたの勝ち。と、のび太は一般的にゲームが下手だと思われているが、実はインベーダーのようなゲームに関してだけは得意であり、これはコミックス21巻未来の街にただ一人でも、立体インベーダーというゲームで、せわしに、なかなかやるじゃない。と言われたり、映画ストーリー、ドラえもんのび太と緑の巨人伝でも、心の石という、自然が石を持つ道具で裏山を遊び場にすると、このハインベーダー。と、パチンコのような道具で遊んでおり、やはりのび太はインベーダーが得意みたいなんですね。後半2つに関しては、もはやインベーダーというより、のび太の射撃に通ずる部分があるよね。そう、なのでインベーダーもその射撃の延長線で上手なのかもしれないな。というわけでのび太の特技インベーダーでした。それでは最後ののび太の特技で、コミックス37巻大人気、クリスティーネ先生では、お前は、何をやらせてもダメなやつだが、漫画を見る目だけは確かだと思うんだ。うん、自信ある。僕が面白いと思った漫画は、必ずヒットするんだよ。と、ジャイアンも認めたり本人も豪語している通り、のび太には漫画の審美眼があり、ジェイコの書いた漫画が、新人賞に応募したら通る見込みがあると判断し、実際には落ちてしまったが、才能のひらめきを感じると編集長から直々に電話があり、プロかおまけの能力がのび太にはあるんですね。へえ、こんな意外な特技もあるのね。そう、ただ漫画を見極める能力は高いんですが、漫画を描く才能は皆無なんですけどね。まあそれでも編集として優秀なら、悪くない特技だわね。うむ、将来そういうのを活かせる仕事に就ければ転職だろうね。というわけでのび太の特技神秘眼、そして隠れた特技の全てを異常にするぜ。のび太は射撃、あやとり、昼寝といったメジャーな特技以外にも、ピーナッツ、または食べ物の投げ食い、剣玉、それも足で操り、足そのものがとても器用。他にもインベーダー、漫画の神秘眼などがあり、意外と器用な一面を見せることがあるんですね。のび太は基本的にダメなことされることが多いけど、射撃がある意味達人の領域に達しているので、一芸に秀でるものは他芸に通ず。という言葉があるように、のび太もなかなかに芸達者な一面があるのでした。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。